This is my club アルビレックス新潟編、よろしくお願いいたしますということでこの方に来ていただいております。自己紹介お願いいたします。アルビレックス新潟コレナガです。いやーコレナガ社長、顔が今日お映りになるっていうのをね聞いてなかったということですいません、急遽。聞いてなかったんですよ、だからちょっとメイクもノリも悪いんですけど大丈夫ですかねいつも塗ってないでしょ何も。まあいろいろ大変な時代でね、こんな感じになるとは誰も予測しない時期ですけれども、さあ再開が決まってというところで、社長今チームはどのような感じ、そして社長は何を思われているかというお話から聞きたいんですけども。チームは順調だと思いますよ。やっぱちょっとね、予想外のことがたくさん起きて、はい、まあ、それはうちだけじゃなくて、はい、全クラブがそうなんですけれども、はい、その中で目的というか目標を見失わずにやってこれてるなという印象は受けます。その中でこの時期のこういう形のリスタートということになりますけれども、アルベックス新潟としてはどのように臨んでいこうみたいなのってあるんですか。まあ、クラブ全体としてはやはりそのこの中断期間中、僕らはたくさんの皆さんに勇気をもらって、はい、本当にアルビー頑張ってねとかいう声もたくさんかけてもらっていてですね、うん、はい、あるいはまあこの生活を支えていただいた医療従事者の皆さんや、はい、あとは生活ね必需品をずっと続けてきていただいた方々は、はい、本当に僕らに勇気をくれたと思うんですよ、うん、なので再開したら今度は僕らが皆さんに勇気を見せる番だということで、クラブが今一丸となっているところじゃないですかね。でもやっぱり久しぶりにこれ選手もサッカーできるということでみんなテンション上がってますよね。社長も上がってるますでしょ。やっぱりこうサッカーできることが当たり前じゃないんだなっていうこと分かってはいたんだけど、分かってはいたんだけど、ありがたみみたいなものを改めて選手たちもたくさん強く感じてくれていてですね、多くの選手のミネルが変わっていて楽しいですね。何かを得たアルビレックスは一味違うっていうところ見せたいですよね。まあそうですね、やはり、特にまあ再開、明けてからなかなか大変なね、日スケジュールもそうですけれども、対戦相手も続くので、はい、ここをうまいこと乗り切れればいいかなと思いますけど。ちなみに社長、ステイホーム期間っていうのは何をされてたんですか。もうなんか何もできない時もあるわけですもんね。そうですね、大体何もできないですからね。ですよね。なんか、選手に聞くといろいろ結構韓国ドラマにハマってたりとか新しい趣味見つけたりとか、うん、たくさんいろんな方いるんですけど、社長なんかこうそういう期間でプライベートでありました、なんか見つけたみたいな。いや僕昔ギターやってたんでね、ギターを買いに行こうかなって、買いに行こうかなって思っていろいろ選んでるうちにステイホーム期間が終わりましたあ、そうですか。あとね、ペット欲しいなってやっぱり寂しいじゃないですか、はい、ずっと家にいるからそうですね、ペット欲しいなと思って、うん、ペットいいなってペットのサイトをいろいろ見てたら、はい、ステイホーム期間が終わりました。どんだけ見てたんですかいろいろ見てましたね。やっぱり ね責任あるお立場ですから焦りみたいのもやっぱありましたか、その期間は。まあ本当にクラブがどうその存続できるかどうかっていうところを一度覚悟したので、はい、そういう意味では精神的には大変でしたけどね、やっぱり、うんうん、それはどこの皆さんも同じだと思うんですけど、そうですね、はい、ただいろんな方々がクラブに力を貸してくれたりとか、あとは選手たちも前向きに、そのステイホーム期間トレーニングっていうのもきちんとこなしてくれてましたし、はい、やっぱりこの地域におけるアルビレックスの、役割みたいなものはこれから表現していかなければいけないなって、うん、とても強く感じましたね。これが3月頃それこそ経営的に危ないかもしれないみたいなツイートもされていたかと思うんですけれども、今この6月の下旬7月頭ぐらいになって今のところだとどうでしょうか。まあ何とも言えないですね。うん、はっきり言ってここから先、まあね、世の中的には第2波が起こるとか、そうですね、なんとかって言われてるので、じゃあ見通しはどうなのかって言われたら、もうこれ誰も分かんない世界だと思う、まあ、そうですね、うん、なので、今安心な状態にいるかって言ったら、これ世の中の人々全てがそうだと思うんですけど、どこもないですもんね、うんうん、ないですね、そういう意味では、うん、だから極端な話、サッカークラブってよくそのこれからのスポーツはどうなっていくのかみたいな議論って、はい、世の中でされてるじゃないですか、はい、でもね、これからのサッカークラブの在り方っていうのは、例えばサッカーだけで稼ごうとしちゃいけないなって思うんですね、とても。はい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 。これから
世の中のニーズが変わってくるから、うん、そのニーズに沿った、ものをですね、サポーター含めて地域の皆さんに提供をして、それを上がった収益っていうのをサッカーにいかに還元していくのかみたいな発想が必要だと思うんですよ。なので、さっきの話じゃないけど、いつの間にかペットショップ始めるかもしれませんしね。いや本当に、あ、そうですね、全ての可能性は否定しないってことですよね。そうです、そうです。まさにでも社長の言葉で、ね、水道ガスアルビレックスみたいなインフラを目指そうみたいな、はい、僕らその言葉の電気ガス水道アルビレックスっていう言葉自体はですね、はい、なんだろうな、僕らがインフラになるっていうことなんですけれども、うん、じゃあどの部分のインフラなのかっていうと、はい、いろいろ考えたんだけど、やっぱコミュニケーションのプラットフォームなんだろうなと思ってます、うん、つまり人と人とが例えばその場で出会ったりとか、はい、アルビレックスを通じてなんか交流が生まれて、 そこが一つのまたコアになってどんどんまた人がつながっていったりとか、そういうことを繰り返してこのクラブは大きくなってきたので、その一番大事な、このブッククラブにおける一番大事な部分っていうのは、変えずにもっともっと広げていきたいなと思います、うん、まさに共通語になるってことですよね。勝ち負けがそのツールだったりしますけど、そうですね、はい、僕は社長いろんなスタジアムに行かせていただいたりするんですけど、ビッグスワンに行かせていただいた時に去年ですね、バックスタンドで一人で座っていて、で得点を京都戦で得点をね、アルビスが決めた時に、隣の知らないおじちゃんおばちゃんがハイタッチしてくるんです、見知らぬ僕に、うん、でもそれが嬉しくて、これゴール裏ならまだある話じゃないですか、バックスタンドでそれが起こっているっていうことにね、僕すごいやっぱいいクラブだなと思ってちょっと感動しちゃったんですけれども。そうですね、だから僕もシンガポールに行ったのが2008年ぐらいで、2002年ぐらいからちょっとサッカーのメディアの仕事をしてたんですね。それで、世界中いろんなスタジアム回らせてもらったんですけど、はいはい、本当にね、ビッグスワンの雰囲気というかは、うん、俺世界一なんじゃないかなと思ってて、うん、あったかい感じ、ファミリー感、ね、本当そうですね、でもう老若男女なんですよ、うん、本当に、ま、おじいちゃんおばあちゃんからちっちゃい子供たちから、もちろん体の不自由な方々までたくさんの人たちが楽しみに、うん、うちの試合を楽しみに、しかもフラットに、確かに本当に誰が偉いとか誰がすごいとかじゃなくて、うん、ね、全員がフラットに僕らのクラブを応援して、うん、勝てば笑うし負ければ泣くっていうのを一緒にやる、はい、あと勝ち負けすらちょっと凌駕してるようなこの試合後の雰囲気とか、当たり前のように来て当たり前のように自転車乗って帰ってく近所の方々、綺麗な公園通ってね、素敵な文化だし、ここ住んでる人いいなって普通に思いましたね、あの日は。いやそうなんですよ、思うんですよ、あいいなって、あそこからだからさっきも言ったけど、うん、いろんな、ね、人々がつながっていってるし、そうですね、ニコニコしながらね、だから、うん、まあやっぱり負けるとやっぱそれなりに悔しいし、それなりにほら、ね、あるじゃないですか。そうですね、だからそういう意味でもやっぱ勝ってね、勇気とか、あとは元気、うん、よし明日仕事頑張ろうとか、学校テスト頑張ろうとかって思ってもらえるような、やっぱ試合見せなきゃいけないなと思いますけどね。ですね、我々、はい、ちょうど1月にアルビレックスの激励会のオープニングアクトでちょっと出させていただいたってこともありましたけれども、その時にもやっぱり我々も感じたんですよ。初めてこう舞台の上立たせてもらって、でアルビのサポーターさんの前でこうたくさんいろんなお話させていただいてあったかかったなっていうのがすごい印象に残って、そう、みんなニコニコしてるでしょ、うん、そうですね、本当にいらっしゃるんです、ね、そうなんですよ、うん、ありがたいというか嬉しいなと思いますね。これなんでだと社長分析されます、なぜ新潟、これどのクラブもそうありたいし憧れるとこじゃないですか、うんうん、これ風土なんですかね、なぜ新潟でそれが、スポーツマーケティング会社にそれ、数字を取ったことがあるんですけど、データ取ったことがあって、はいはい、うちのクラブもダントツでその県内の認知度が高いんですよ。うん、それは名前出すあれだけど、例えば浦和とか、はい、ガンバとか、はい、いわゆる J1 のクラブよりも新潟県民のにおけるアルビレックスの知名度っていうのはめちゃめちゃ高くて、かつ、はいはいはい、興味がある人の割合っていうのがものすごい高いんですよ。他のクラブの5倍ぐらいあるんじゃないかな、うん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 、3倍から5倍ぐらい、ほうほうほう、それぐらいこの県民からの認知とあと愛ですね、うん、
があると。でそのなんで興味を持ってるかっていうのをちょっと深掘りすると、はい、例えば、地域貢献をしているとか、地域に密着しているとか、そういうあのクラブへのイメージっていうのがすごく強くて、はい、あとは、まあ強いとか世界に、あのなんだっけ、世界に通用しているみたいなやつはまだまだものすごくちっちゃかったんだけど、これはこれから伸ばしていけばいいこと、そう思いますね。なので、まあ、愛されてるんですよ、簡単に言うと。いや愛されてますし、あれもいいですよね、あの新幹線で僕あの試合開催日だと知らずにイオン新潟南にあのよくお笑いの営業で行ってた時期があるんですけど、うん、あ今日アルビレックスやってんだっていうのが、あの一本道をおじいちゃんおばあちゃんが帽子かぶってユニフォーム着て子供の手を引いて孫の手を引いてっていうのを見るだけで、うわ何この街って思う、なんていうんですかね、他の県から来たお客さんも開催日にはそんな気持ちになっちゃうぐらいの、あ、うん、すごいなと思いましたね。そうですね、だからピークの2003年とか2004年ぐらいかな、うん、まあ、ピークっていうのはあの4万2000人、平均が4万人ぐらい入った時があって、はいはいはい、うん、もうその頃はもうずっと全部オレンジ色、駅から40分ぐらいかかるんだ、スタジアムで歩くとかかるんだけど、はいはいはい、全部オレンジ色あれなんだけど、それから15年ぐらい経ってんのかな、もう15年ぐらい経ってもう右肩下がりになってしまっている、うんうん、これはしょうがないよねと、これはもう歴史だから受け入れなきゃいけないけど、うん、でもこれからワールドカップもありましたし、そうそうそう、ね、初の昇格というのもね、でスタジアムができた時でもあったから、はいはい、そうですね、ただこれからもう一回あの景色を目指して俺たちはあの自分たちの力で進んでいくんだよと、あの景色のところにと、うんうん、それはクラブだけじゃなくてチームだけじゃなくて地域の皆さんと一緒にもう一度作っていこうよと、そしたらみんな楽しいじゃんと、そういう思いでやってますね毎日。うわー、なんか感動してしまって、文化をね、文化を作られてる、生活を作られてるっていうのがね非常に、そっか、そうなんですよね、玉野 GM、まあ、あの GM になる前の玉野さんと2016のインタビューを読ませていただいたんですけど、なんですか、もう好きなことしかしないみたいな哲学でやってるんですけど、今もまっすぐ嫌なことは一個もしてないわけじゃないですよね、社長ですもんね。嫌なことをしないじゃなくて好きなことだけを選んでたら嫌なことはもはやどうでもよくなる。なるほど、あ、これはもう生き方哲学、仕事論、うん、どうでもよくなるんですよ、そこのパワーに引っ張られてっていうことですもんね。そうですそうです、よくあのアンダーチームの方もなんか結構見に行かれてるとかって話を伺ったんですか。そうですね、去年ものすごく経営危機だったんですよ、過去最あの史上最高と思ったら、まあ、今年はさらに抜いたんですけど余裕で、まあ、今年はしょうがないですからね要はその J リーグから の, あの何でしたっけ、降格した時 の,、あのお金がなくなっちゃう、パラシュートなんとかみたいなのあるじゃないですか、はい、あれがなくなっちゃって、はい、かつ、まあ、いろんな影響があって5億ぐらい削減しなきゃいけないなという年だったんですね、で、まあ、結果的に5億もあの減らなかったんですけど、ただそんな時でも育成のコスト、育成アカデミーにかけるコストっていうの実は結構増やしてて3割ぐらい増やしてるんですよね。増やしてるんですよね、はい、これは将来のことを考えると、やはり僕らのクラブの性格的には、うん、あのアカデミーからどんどん若い選手をもう世界に出して、うん、いく J1 に、まあ、僕らが J1 に上がるつもりだから、その、もう世界にあの 4大リーグと言われている、だね、ごめんね、2030年には、はい、ヨーロッパの5大リーグに、うん、4人うちのアカデミー出身の選手がいると、はいはいはい、5人かな、うん、いうことを目標にしてやってます。なので去年からやってるのがスペイン の, あのバルセロナ の, あの、うん、サッカーサービスという会社がメソッド部門ということで、作ってですね、一応この目指すべき、スタイル、目指すべきそのアカデミーのやり方、あとはサッカーのスタイルっていうのをもともとあったうちのアカデミーとこう融合しながら、今着実に上に向かってます、うん、そこのスピード感っていうのはこのいろんなピンチの中でも落とすことなく進めてるってことですね。そうですね、はい、もうアカデミーは宝です、うん、止めちゃいけないとこだってことですよね、発展させて、うん、もうむしろどん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 あの投資しなきゃいけない。このちょうど中断期間の間にあの3名二種登録というかユース出身の選手が、まあ、トップチームの方に登録されたと思うんですけども、ある意味ではそれも
その一環というまあ象徴的な出来事なんじゃないですかね、うんうん、だから例えば何億円というかけて、すごい選手を取ってくるっていうのは一時期続いたとしても現実的にはそれ何年も続くような、うん、クラブじゃないんですよね。何でしょうね、すごい大きな企業が責任企業として、ついてるわけではないですし、僕らは市民クラブだと思ってるので、なので地域と一緒に歩むためには地域の子どもたちをどん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 この海外に送り出すと、でそうするとまあ移籍金もたくさんもらえるかもしれないし、あるいは例えばじゃあセリアでその選手がプレーしてくれて全所属アルビレックス新潟って出たら、もうイタリア人が新潟ってなんだ新潟ってなんだですね。そうすると新潟っていうものをウィキペディアで検索してですね、なんか知らないけど今度日本に旅行するときには新潟行ってみようとかっていう、そういうなんかね一つの輸出の商材なんじゃないかな、いい意味で。そしたら日本国内のね優秀な子たちも新潟に優先的に来ることもねあると思いますもんね。指導者もそうですよね、あそっか、あ面白いことやってんぞって集まってくる指導者もたくさんいるかもしれない。それは町の発展ですもんね。そうですそうです。なるほど。だからそう考えると今年のアルベルト監督の就任っていうのも一つその一環。そうですね、もちろんたくさん彼はスペインだけではなくて、まあ、バルサの、ね、アカデミーダイレクターみたいにやってましたけど、そうじゃなくって、はい、そこもすごく大切なんだけど、それだけじゃなくてアメリカも行ってたしアフリカも行ってたし、いろんな国で経験を、しかも結構未開の地みたいなところで、サッカーでいう未開の地みたいなところでいろんな経験してるので、そういうところもクラブに落とし込んでいきたいなと思ってるんですね。まあ文化ですよねやっぱね。すごいな。これ永井社長の話聞いてるとこう夢と未来しか感じないっすね。すごいっすね。コロナとかピンチとか感じないっすね。元気出る。だからいやそうだから大きなこと言ってるから詐欺師とかペテン師とか言われるたまに言われてないでしょ。いやー力強いな。ただね、ただやっぱね結果なんですよ、結果、結果が必要なんですよ。だから、明確に言うと、もっともっとクラブのこの試みというかやってることを加速させるためには、もう J1 に上がるしかないんです。それは予算的にもそうだし、あとは今のクラブがやってることに説得力を持たせるためにも、J1 に上がんなきゃダメなんです。そうですね、先ほどのユースの選手の方々の話に関してもそうですもんね、自分たちが G1 にまず上がるっていうベースがあるからこそ、その後のその海外にっていう話にもつながってくるっておっしゃってましたからね。その通り、そうです。ドライ社長、無観客試合からのリスタートということになりますけれども、これホームゲームの開催なんかはどのように考えてますか？まあ、できることそんなないですもんね。そうですね、よくプレミアとか、ね、もうリーガとかやってますけど、いろんな工夫してるじゃないですか、音声流したりとか LED のパネルつけたりとか、ちょっとクラブとしてその辺は迷うところではあるんですよ正直な話。つまりこの僕らがやっている、まあ、サッカーというかフットボールのもっとプリミティブな喜びみたいなものをもしかしたら、伝えられるチャンスなんじゃないかなって逆に思っていたりとかして。なるほど。ボールを蹴る音だったり戦術に集中して見てもらうとかっていうことですかね。そうそうそう、はい、だからそうライトな方々っていうのはもしかしたらとっつきづらいかもしれないですけど、なんだろう、もう一度そういう足元を見つめる機会なのかなっていう気もするんですね。でもちろんサポーターが入ってくれて、サポーターが、応援をリードしてくれてっていうのが一番僕らとしては嬉しいし望ましいんですけど、ただ応援がリードできない状態じゃないですか。かつ、なんかいろんな演出はできるんだけど、それが本当に本質的なのかなっていうのは、ちょっと考えなきゃいけないなと思ってます。で考えた結果やるかもしれないけど、よく考えないといけないかなっていう気はしますね。ということで、ちょっとまあ難しい質問になっちゃうと思うんですけど、いつか振り返ってみるときに、この2020年のこの再開される J リーグ、これどんな1年と語られたりするんでしょうか。それは分かんないですかね。まあ、大変だったねってみんな思っちゃいました。そうですね。でもあの時があったから、まあこれできてんのかもねみたいな風になるといいですよね。みんなそうですね、みんなそういう思いを持って、
クラブに関わる全員、もちろんサポーターも含めて、そういう思いでいると思います、うん、なんかでも周り見るとコロナで大変だ、困っちゃうよ、政府がお金振り込まなくてさみたいな愚痴言ってる人ばっかりですけど、なんか元気出ますわ社長。今からその話しますか、じゃあ。いや、食べましょう。いや、社長もあるっちゃあるのね。あるある。いや、でもやっぱりでっかい夢と目標と理想とね、その今、新潟という地の文化のこともいろいろ聞いて、やっぱそういうの持ってる方は強いし、なんか光ってるなって、元気くれるなって思いました、社長。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなクラブで会っていただきたいと思います。これからも応援させてください。これで、じゃあ最後に一つ、アルビのサポーター並び日本全国のサッカーファンへ一言最後にいただければなと思います。はい、まあそんなまたね大きなことを言うつもりはないんですけど、本当に、サッカーができるって普通じゃないなっていうことを改めて関わるみんなが感じたことだし、でも。何もできなかった時に頑張ってね、この地域というか、まあ、この国を支えてくれた人たちがたくさんいて、本当に勇気と元気をたくさんもらったので、さあサッカー始まるぞっていう時には、今度はじゃあ僕らが元気と勇気を与える番だし、逆にサッカーの素晴らしさっていうのを見せるいいチャンスなのかもしれないなって思います。なので関わる皆さんね、チームクラブそうだけど、あとはサポーターの皆さんも大きく言えばサッカーの一部なので、一緒に盛り上げてみんなでこのスポーツの価値を高めていければなと思いますので、応援よろしくお願いします。今日は大変お忙しいところありがとうございました。応援してますんで、これからも元気をください、はい、社長、アルビレックス新潟、これなんか大輔社長に来ていただきました、ありがとうございました。